もう一回やりたいです。はい。今日は、僕ラルクのね、ライブに行ってきたんですよ。それね、いわゆるライブレポみたいなのをちょっとね、やってみたいと思いますね。はい。10月6日ですね。の、名古屋。なんか日本外資ホールっていう、なんかよくわからんところにね、行きました。はい。ちなみになんか、笠寺っていう駅だったと思うんですけど、駅のニューデイズしかなんかなかったかな。なんかでもプールとかあるみたいで、なんかその、あれなのかな、その地元の競技場みたいになってる感じのとかですね。まあ、別にどれもいいですけどね。そういう感じでしたね。ほいで、今回のね、僕、行った中一番良かった説がね、ありますね。いつもね、僕2人で行くんですけど、今回1人で行ったんですね。っていうのも、なんかね、名古屋以外の、その友達と2人で応募してったんですけど、たまたまそこ、名古屋のだけ、まあその彼が行けないっていうんで、じゃあいいや、1人で撮ってみるからね、撮った。なんかそこだけ、この、ポイントで当たっちゃったんで、まあちょっとね、そういうわけだったんですけど、なんだけれど、逆になんか一人で行ったかなんかね、聞き入っちゃったというか、なんかね、なんすかね、結構自分のペースとかなんかね、なんか聞き入っちゃいましたね。じゃあちょっとね、曲順をね、曲を言ってきますよ。はい。まずは、これ1曲目がね、すごい良かったですね。まず、1曲目、Get Out From The Cell なんですけど、これね、1曲目からっていうのは熱いですね。熱いっすね。これね、確かね、僕が最初か2回目ぐらいにね、国立の2014年のに行ったんですけど、その2日目だったかな、が、どっちかが最初チェイスで、で、どっちかがゲットアウトフロムザセルだったんですけど、その、ゲットアウトフロムザセルの日に行ったんですよ。で、それがね、すっごいかっこいいの、今でも覚えてて。でもそれ映像化とかされてないんですけどね。なんかそれをね、また一発目でこれ聞けたっていうのは、これやっぱなんかね、男らしいなって思いましたね。これね、そうなんですよ。それでなんかね、ラルクっぽい曲なんですよね。で、なんか、ミュン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 みたいなのしてる感じなので、なんかね、すごいね。この緑の光線がこのビームでガガーガガガーみたいな感じになってて、それもすごいね、この曲っぽいなって感じでしたね。なんかあれです、あのガンダムシードの最後のプロビデンスガンダムが、そのフリーダムに対してこのドラグーンのビームの雨嵐を吹かせるじゃないですか。そんな感じですね。もう、こう、避ける余裕なんてないぐらいのね、このビームの雨みたいな感じ。すごい。これね、ほんとかっこよかったですね。で、なんか映像も最初、オープニングがこのなんか、まあこれ殻を破れみたいな、そういう歌なんですけど、この、映像で変な、なんか、囚人みたいなのがこのバン、バン、バンみたいな、このガラスをね、割っていくようなところで最後割ったらなんかラルクが出てきてみたいな感じ。
っこよかったですね。これ、うん、はい、っていう感じですね。うん、かわいいですね。で、2曲目が、カレソ・ヴィーナスですね。これは、うん、まあ、実はそんなに別に、結構なんか人気はね、あるんですよね。人気あるんだけど、自分的にはそんなに別にあんまピントは来てないんですけど、でも一つ、あれ、ピン、思い出したのは、なんか、これ、M ステでなんかね、結構、やったんですよ。だいぶ後にね。その時のハイドの衣装が、なんか、ジャケットにフードをかぶってるみたいな感じだったんですけど、そのね、フードジャケットみたいのがかっこよかったな、みたいなね、覚えがありますね。で、3曲目が、キスキスキスですね。うん、これはね、最近ド定番ですよね。これかっこいい。うん、キスキスキスはかっこいいですね。うん、最近毎回やってません？そんなことないかな。いや、毎回やってるな。うん、多分気に入ってるんでしょうね。うん、キスキスキスはね、 PV がね、エロいよね。かっこいいけど、かっこいいし、うん、し、あれなんかラルクっぽいですよね。うん、普通の歌じゃない感じがしますね。で、ウィンターホールね。うん、まあこれはまあ結構ド定番じゃ、ド定番です。で、次フラワー。これも最近結構やってる。で、こっからがね、じゃあこの次か。で、次メトロポリス。これもなんか最近やってる。最近っていうか、なんかちょこちょこね、やってますよね。なんか、なんだっけな、なんかで、ね、投票かなんかですごい良かったらしいんですよ。っていうのなんかで見たな。あ、2007年のラニバでなんか投票をしたらしいんですよね。その時僕あんまり歩く知らなかったんであれだったんですけど、その時に確かなんか、結構上位だったみたいのをなんか言ってた気がする。で、そっからなんかみんな好き、実は好きみたいなのがね、あったらしいですね。で、こっからがね、いや本当に僕のね、もう何、いいとこ取りセットみたいな。焼きそばに唐揚げ入ってちょっと何、ハンバーグ入ってみたいな、みんな茶色いみたいな感じですね。もうすべてが主食みたいな感じのところなんです。ここからすごいですよ。そう、まずね、あ、まずここ5曲、1、2、3、4、5、6曲ですね。ここのその全炭水化物ゾーンですね。ちょっとそこ先行っちゃいますよ。まずデイブレイクスベルですね。で、リベレーション、ニューユニバース、チェイス、仮想、エバーラスティング。これね、すごいですね。すごいですね。っていうか、ちょっと聞いててすごい感動しちゃいましたね。この、本当に自分の好きな曲のラッシュだったんで、ちょっとね、すごいですね。うん。はい。で、まずね、デイブレイクスベルは、これはね、もう、これはね、もう本当に、聴きたかった曲だったんですよ。で、これ、ラルク、僕が、ラルク好きになり始めて、かつガンダムも好きになってっていうので、このガンダムダブローの曲なんですけど、もうダブルパンチで来てる曲なんで、結構自分的にも結構思い出がある曲なんですよね。2007年の確か高1高2とかだったと思うんですけど、結構これずっとリピートして聴いてた覚えがありますね。で、そう、これ結構ね、曲目自体は、なんかね、ラッピー、あれ？ラニバーじゃなくて、ラッピーバースデーっていうのを確か最初にやったんですよ。これがね、始まる前に。それと結構ね、曲が一緒なんですけど、その時も、まあ、ここら辺の曲やってたんですよね。デイブレイクスペルとか。で、まあ、それの、まあ、使い回しっちゃ使い回しなんだけど、まあ、また聴けてよかったな、みたいなね、ありますね。これ30周年の、
30周年でデイブレイクスベルを入れるってなか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 に男前じゃないですか、うん、もっと立派な曲あるわけですよね、うん、その中で持ってくるっていうのはもしかするとあれガンダム35周年でしたっけ今あれ違うなちょガンプラがなんかねあそこら辺はなんかなんだ、うん、とにかくね良かったですね良かったですね。デイブレイクスベルいいんだよな本当に、うん、で次リベレーションですね。これは、まあ、結構ここもなんかまあ最近いっぱいやってますよね、うん、最近というかもう昔からいっぱいやってるの、うんうん、で次がねネオユニバースですね、うん、これはねすごいね今回の、何この会場のやつがすごい合っててかっこよかった。なんか今回なんかこの丸いこのお客さんがこの丸があってこの真ん中がステージっていう感じだったんですよ。でなんかこの円形丸いステージでこのなんか丸のこの端っこのところになんかリボルバーのこのなんか透明のなんかあるんですよ、ビーム発生装置みたいなのがでそっかこの輪っかがね光の輪っかがぐーって上がってくるんですよっていうのがこのなんか繰り返されててすごいねこネオユニバースっぽかったんですね。ちょっと新世界っぽい感じでなってたんでかっこいいじゃないですか思いましたね。ネオユニバースもねかっこいいですよね。ちょっと語彙力なさすぎてあれなんですけどネオユニバースって本当になんかネオユニバースって感じじゃないですか。これなんか2000年の1月1日に初っ端出したらしいんですよね。あのお披露目したらしいんですけど、まあ、まさにそういう新時代みたいな曲だからね、うん、まあそうですね。あ、かっこいいね。次ねここすごかった。このつなぎがすごくて次チェイスなんですけどこのなんか曲調が多分ちょっと似てるんですよね。ちょっとサイバーっぽい感じでサイバーっぽいっていうのかな。あんま僕細かいのよくわかんないですけどなんかビューンビューンみたいなビュン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 みたいな感じでそのチェイスのイントロのところに入ってくるんですけどそのままねそれがかっこよかったな。そうどういうあれかちょっと覚えてないけどそうチェイスの方に入っていってっていうのチェイスね。チェイスやっぱかっこいいですよね。チェイスね好きですね。うん。もうなんかあれ2011年なんですよね確か。キスキスキスも2011年ですけど、もう10年も前なんですよね。すごいっすよね。うん、確かになんか大学生の頃めっちゃ聴いてた覚えあるんですよね。チェイス。すごいっすね。はい。これは本当にねチェイスは。僕のあの個人事業主の時のエアコンチェイスでしたが、これからねもらってね、そんぐらい好きでした。で次ね仮装ですね。これもすごいですね。すごいですねってここらのこの炭水化物セットがすごいですね。でこれなんかちゃんと燃えてるんですよ仮装。あのなんか火の演出があって燃えてて。仮装はもうみんな大好きですね。うん。特にこのね、なんていうんですかね。みんな日本語だけで構成されてるんですよ。なんか、ラルク結構そういうの多いんですけど、英語使わない
って全日本語みたいな。でその言葉も結構古風じゃないですか。古風っていうかなんかちょっと特徴的ですよね。そのせめてもの鼻向けとか、何なんかいろいろ言葉がね、まああれですけど、まあかっこいいですよね単純にね。そうよくやってくれますよね。最近ね。どうだろう、分かんないけど。で次、これエバーラスティングですね。これ僕も最近好きなんですよ。これでも仮想とねこの連続でこの聞かせる感じのあれですよね。これもいいですよね。なんかね、なんか、ミュージックステーションで一度やったんですよね、バーラスティック。で、なんか、2ちゃんだ、なんか、後で見ると、その、まあ、この曲調がもう重いもんだから、もうお客さんがドン引きしてたみたいなね、なんかそういうのを見ましたね、ネット記事もね。うん、まあ、でも、それはそうなるだろうな、ぐらいな、重い感じの曲調なんで、ね、まあでもそれそのドン引きさせるっていうのもラルクらしくてかっこいいですよね。はい、エバーラスト、これはもう最近なんかめっちゃ聴いてますよ、ハマっちゃってる。はい、今何分ですか。まあ17分ね、ちょっともうちょいでも次マイハートドローオブザドリーム、オブザドリームですね。はい、これは結構もう本当に毎回なんかケンちゃんが弾いてくれてるみたいなんですね。でこっからはね実はそんなにあれなんですよ。でドライバーズハイやってもうこれも毎回ですね。でハニーでレディースティディーゴ、まあここら辺なんかイエイイエイみたいな感じですよね。うん、で一回終わって次があれですね、未来ですね、あの新曲のやつ。これなんかやっぱ結構これ最初聞いた時なんか微妙だなとか思ったんですよね。なんかうーんみたいな感じだったんですけど、やっぱなんかね聞いてたら結構やっぱいい曲じゃんってねちょっと思いますよね。うん。カラオケで一回ちょっと歌ってみたいですよね。カラオケ全然そのコロナで全然やってないから全然行けてないってあれなんですけど、うん、これ未来のかっこいいですね。壮大な感じが、で次がフォーエバーですね。これはもう新曲で、これ結構いいですね。これも最初僕微妙だなとか思ってたんですけど、やっぱなんかこのあれですよね、このレディーステディーゴーとかドライバーズハイ、これてっちゃんの歌なんでなんか結構ノリノリみたいな感じのあれなんですけど、これなんか結構やっぱね爽やかな、そういうこの大衆向けみたいな感じですよね結構ね。これ結構ね、良かった。いいっすよね。うん。はい。そうですね、あんまりあれ。そう。なんか社員っぽいですよね。社員とか似てる。はい。で、次、アズイフ。インヤドリーム、これ結構かなり昔のやつだと思いますよ。デューンだっけかなに入ってるやつだっけ。ここら辺の結構曖昧というかですね、割とこのラルクやっぱこの
歴史が長いんで1曲2曲すんごい古いのの中に入れてくれるんですね、うん、多分昔から好きな人は多分そうたまらないんでしょうね、うん、だから僕としてはあんまりあそうなんだねぐらいの感じなんですよ実はね。あんまピンときてない。で次リンクで最後虹っていう感じですね。いや、まあここね、本当にこのあれですデイブレからエバーラスティングのところが本当にこの今回ね、あのメインディッシュでしたね。うん、感動しちゃいました。はい、という感じですかね。まあ、話して疲れちゃった。寝るか。いってらっしゃい。タンコターン。